なんていうか、すごいことが起こりそうだっていうのにどうすればいいか全然わかんねえよ。一旦上野原に戻って情報を集めてみる？ねえ、アキラ。霞そうか。どうしたの？何か心当たりでもあるのか？いや。悪いが、俺は別行動を取らせてもらう。え、なんで？さてはナンパであるな。ニフフ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 助けてもらった？母に何かあったらすぐに連絡をください。お願いします。はい、わかりました。出口は左だ。角を右に曲がる癖は相変わらずだな。またこうして話す日が来るとは思っていなかった。すまなかった。何のことだ？あの時の詫びを言いたいと思っていた。お前たちなど必要ない。あの時のお前がメメントモリに支配されていたのはもう知っている。謝る必要はない。別に悪いことばかりじゃなかった。影月は何度も僕の行くべきところに連れて行ってくれた。今度は僕が君を連れて行く。僕と仲間を信じろ。もう俺たちが同じチームになることはないのか？母さんのそばを離れるわけにはいかない。そうだな、その方がいい。病気や怪我の時は家族がそばにいるのが一番だ。最後にもう一つだけ聞かせてくれ。今日はどの花にするつもりだ？霞草だ。あの時聞こえなかった言葉、霞草の花言葉が知りたい。知ってどうする？お前はいつも母親の見舞いの花に自分の気持ちを重ねていた。あの時のお前の気持ちが分かっていれば。切なる願いだが、それを届けるべき相手を俺は間違った。メメントモリにつけ込まれたのは俺の弱さだ。お前の戦いを見た。お前はカムイを犠牲にしてまであいつらを助けた。それが最善と判断したからだ。昔のお前だったらその判断もしなかっただろう。あれはお前が穂村蓮を仲間として信じていたからこそできたことだ。お前はもうあいつを仲間として認めているはずだ。それはあいつらも同じだろう。なんだ？まさか父さん！ここは何だ？
素粒子研究センター、父さんがモンスターを呼び出していた場所だ。なんだと。残されたデータを見る限り大した力のモンスターではないようだが、しかし油断はできない。メメントモリは人の執着を餌に大きくなった。父さんが求めるのは強力な力を持ったモンスターだけだ。また誰かを犠牲にする気か。人ばかりではない。別の素粒子研究センターでモンストゲートを開いて餌となるモンスターを呼び出すかもしれない。素粒子研究センターはここの他にもあるのか。神の原。神の原だと。ここと同じような素粒子研究センターが神の原にあると聞いたことがある。詳しい場所まではわからないが。神の原に戻る。あいつらだけだと心配だからな。アキラ。なんだ。気をつけろ。ああ。あいつと一緒に行くのかと思ったぜ。聞いていたか。むしろ聞いてほしかったのでは。ハルマが私たちを呼んだのだから。そうだ、仲間に隠すようなことは何もない。チームメイトである以上、俺の考えは知っておいてもらいたかった。そのために呼んだんだ。だってシノ、ハルマの考えに当てはまる数式の答えはすでに出ています。私たちに彼らのサポートをしろと。お前たちにしか頼めない。俺は手がかりが残されていないか確認してから後を追う。気をつけろ。父さんが神の原にいるなら必ず何かが起こるはずだ。オーラカンオーラカンオーラカンカンオーラカン。まいったな。どこで落としたんだろう。駅にも届いてなかったし、これで教室になかったら超ショックなんだけど。おっ、どうしたである。何すんだよ。どうしたの。教室にもお財布なかったとか。いや、これはオラゴンが。あれ、